はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、デラックスベンチェゴーストアイコンとゴーストガジェットシリーズ04クモランタンです。はい、2015年12月5日本日発売のデラックス弁慶ゴーストアイコンとクモランタンを購入してきましたね。はい、こっちのクモランタンはテレビでは登場してるね。うん、でも弁慶ゴーストアイコンはまだ出ておりませんね。はい、はい、どんな音声がなるのか楽しみでね。うん、はい、では早速開けちゃいましょうか。はい、はい、よいしょ。おー、白い。うん、うん、はい、デラックス弁慶ゴーストアイコンの方には頑張れジングカードが入ってましたね。はい、表が仮面ライダーゴーストでバーストさせると仮面ライダーゴースト弁慶魂。そうだね、こちらがデラックス弁慶ゴーストアイコンだね。うん、じゃあボタンを押してみてもらえますか。はい、はい、よいしょ。よいしょ。おいや、上は弁慶って書いてありますね。07ですね。7、はい、こちらが雲ランタンですね。はい、ランタンでね、うん、これ確か本編でピカーって光らせるとさ、ガンマとか見えるんだよね。うん、それでアニマルモードにしてみましょうか。はい、アニマルモードは超簡単ですね。まずランタンを開いてひっくり返して、お尻のところをまたひっくり返して、完成。これで完成。雲の目ここにいっぱい出てるよね。うん、気持ち悪いね。うん、気持ち悪い。うん、はい、こちらが、アニマルモードですね。はい、簡単だね。うん、これだけしかないですね、ギミックはね。はい、最後にガンガンセイバーと合体させましょうか。はい、ガンガンセイバー。はい、その次ラジナタモードにします。そうだね、そうだね。でこれにくっつくわけだ。うん、せーの、合体完了。これで OK。 うん、これがガンガンセイバーハンマーモードということですね。うん、じゃあトリガー引いてみてもらえます。はい、あー、ドーン、チャーン、やっぱりグリ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 って気持ち悪いんです。デラックスゴーストドライバーにくっつけて必殺技いきましょう。はい、引きます。はい、なんかいろいろ壊れる音もしてたけどね。うん、ボンバーだって、オメガボンバーだって。ボンバンバンドーン、ボーンってことだね。ではデラックス弁慶ゴーストアイコンをこのゴーストドライバーで音声確認してみましょう。はい、いきますよ。ゴーストドライバとか言ってたのなんかね。うん、兄貴ムキムキ仁王立ちだって。うん、ふっ、あー、よし、必殺技。はい、大海岸ベンキリオメガドライブ。オメガ、はい、じゃあ今回もやってきました。はい、対決するか。はい、パパはシングアークス。はい、シングアークス。 A ちゃんはガガンセバ。うえうえ、怖い怖い怖い。うえ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 うわっ、やばい。こんな時に必殺だ。待ってどうよ。ちょっと待っててね、ちょっと待っててね。とか言って、また生き返るんだろ、生き返るんだろ。もう今度こそ勝ったー。はい、
ドリャーあはい、ということで今回はデラックスベンチャーゴーストアイコンとゴーストガジェットシリーズ04クモランタンでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。もしね、今日の動画が楽しかったなとか面白かったなとか良かったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので最新の動画がですね分かりやすくなるので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、あとコメントもいただけると大変嬉しいです。はい、はい、ということで今回は以上です。はい、はい、いいよ、終われなくなっちゃった。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ面白い。